今日も NBA の話していきたいと思います。ホーネッツね、この間昨日一昨日ウォリアーズに負けちゃったけど、トレードデッドライン後すごい調子が良くて、何が調子いいって今ホーネッツディフェンス1位らしいぞ。2月のデータかな、トレードデッドライン以降かな。今ホーネッツディフェンスレーティング1位で、ウォリアーズに負けた時も97点しか取られなかったし、今日もブレイザーズに80点しか取られてないし、でもともとクリフォードって、今ホーネッツのヘッドコーチの人って、ディフェンスコーディネーターとしてすごい評価が高かった人だから、負けたとしてもそのディフェンスは良かったよねっていう負け方はホーネッツからすると未来が結構明るくて、でその上でトレーマンとか入って、こう若手が増えたわけよね。だからチーム内で多分競争心みたいなのが若干芽生え始めてて、まあ、ラメロボールも、まああいう性格してるから、こう結構なーなーになっちゃう部分もあると思うけど、でもそこにトレーマンが来たりとかで、そうで、あとはブランドン・ミラーがめちゃくちゃ良くて、最初の方をね、もう完全にバストだろうみたいな感じしてたけど、うん、なんかそんな評価を受けてたけど、今とドラフトされる前のブランドン・ミラーの評価、いわゆるテイタムとかポール・ジョージのルーキー時代みたいな感じのシーズンにようやくなり始めてて、なんならラメロボールよりもブランドン・ミラーの方が今後良くなるんじゃないかみたいな、ワンチャン変わるかもね。ラメロを捨ててブランドン・ミラー政権にするみたいなのをどっかのタイミングでするかもしれないっていうぐらい、今ブランドミラーもすごいし、でその上でクリフォードのディフェンスフィロソフィーみたいなのが、まあ、たまたまなのかわからんけど、なんかとりあえず今はウルブズとかセルティックスとか名だたるチームを差し置いて、今ホーネッツがディフェンス1位らしいから、じゃあブレイザーズのこの結果、今のホーネッツのあり得る結果だった。ただ俺ホーネッツの試合見れてないから、そのディフェンスのどこの部分がすごくてそうなってんのかちょっとわかんないんだよね。もし知ってる人いたらむしろ教えてほしいぐらいなんだけど、なんか何分何秒のとこすごかったですよとか、まあ、こういうとこすごいですよみたいなあったらぜひ聞きたいですね。まあ、でもデータ的に見ると、今日ブレイザーズが苦戦するのは必然的だったかもしれないみたいなね。ラメラはトレードするとしたら誰となんですかね。ロンゾボールでいいんじゃないの。ロンゾボールとトレードしよう。ウィザーズ直近11連敗しててびっくりした。でも今日の試合、昨日か。ジョーダン・プールが31点ベンチから取ったんだっけ。全く話題になってなかったけど、なんか海外の、なんて言うんだろう、エンタメアカウントみたいなのあるじゃん。ジョーダン・プールがベンチ起用された時は、こぞってツイートしてたのに、31点取ったってやつは全くツイートしてなくて、ジョーダン・プールのことが大好き人間一人いるんだよ、海外に。名前をジョーダン・プールってしてる海外のアカウントの人がいるんだけど、その人がブチギレてた。あーんつって。ジョーダン・プールがなんかやらかした時だけツイートするくせに、31点取った時は何もツイートしないんだみたいな。まあそんなもんだよなとか俺も思いながら。ディンウィディきつい。そうか、俺割と好印象なんだけどな、ディンウィディは。やっぱバスケットってペイントタッチいかにするかみたいなのが結構大事になる。そのペイントタッチをどういう状況でやるかの違いだけであって、元をたどるとペイントタッチにまあたどり着くのかなっていう。例えばピックアンドロールも、ハンドラーにペイントタッチさせるため、ロールマンにペイントタッチさせるため、カッティングもそうだし、ポストプレーもフィジカルでペイントタッチする、ドライブもそうだし、あらゆるプレーが基本的にペイントタッチ、まあ、オフボールスクリーンだけでスリーポイント打たせるみたいな動きがあったりもするけどっていう中で、ペイントタッチできる能力って結構バスケットで優先順位としてはすごい高いんじゃないかなって思うんだよね。それでいくとディンウィディはディアンジェロ・ラッセルよりも、ワンチャン・リーブスよりもそこの部分は長けてる気がする。でシュート決まらないことで評価下げるのもまあいいんだけど、結局バスケットシュート決めるスポーツだから。けどそれってなんかどうなんだろうね。それ言うともうどの選手もダメな時期って必ずあるし、最近ステフィン・カリーがちょっとスタッツを落としてきてるんだけど、でスティーブ・カーも今日インタビューでちょっとカリーは疲れが見えるねみたいな、オールスターもあまり休めてなかったし、その上で4日間で3試合もあったから、カリーは多分疲れが溜まってるからどっかで休ませるかもしれないみたいな話してたけど、要は
シュートってね、そういう部分でやっぱ左右されちゃったりもするから、なんかシュート入らなかったことでもうきついきつい言い出したらもう全員きついじゃん。ディアンジェロ・ラッセルも全くシュート入んない時あったじゃん。ディアンジェロが良くなったのって2024年からでしょ。23年12月11月10月は別にそんな良くなかったと思うし、じゃあディアンジェロを切るのかっていう話にもなるし、リーブスも厳しい時あったけど、じゃあリーブスもダメなのかってなるし、だからどっちかっていうとその今シュートがあまり入ってない、まあ、何パーセントなのかちょっと俺理解できてないから何とも言えないんだけど、だからシュートが入ってないよりもそのペイントタッチしてくれるっていう部分をもうちょい評価してもいいのかなっていう気はするし、多分だけどダービーハムはそこを理解して使ってるのかなっていうような気もするけどね。なんか多分これはみんな共通してなんか理解してくれると思うんだけど、流れ悪いなっていう時ってさ、なんか外一辺倒っていう感じしない？外外外で3外して外して外してで流れが 重たくなってみたいな、そういう時に必要になってくるのはやっぱりペイントタッチだよね。そこのペイントタッチをして外にキックアウトしてっていうスリーポイントと、ペイントタッチせずに外外外っていうのは同じスリーポイントだとしてもちょっと違う。あくまでまずレイアップを狙う動きがあるのかどうか、それが一つ重たいオフェンス軽いオフェンスの一つの指標にもなったりするんだけど、そういう意味でディンウィリは、うん、そこの外一辺倒になりがちなバスケットの流れをこう変えてくれる存在ではあると思うから、だからディアンジェロ・ラッセルよりもそこは評価できる部分だと思う。ディアンジェロの方がもちろん外は上手いと思うし、ボール持ってなくても3打てる選手だと思うけど、じゃあ極論ね、めちゃくちゃ極論だけど、3人ディアンジェロ・ラッセルとディアンジェロ・リーブス・ディンウィリーどっちの方がいいかって言われたら、俺は3人ディアンジェロよりもディアンジェロ・リーブス・ディンウィリーの方が個人的にはいいんじゃないかなって思ってて、ただその上でディンウィリーがオフボールでスポットシュートが今現状あまり決めれてないっていう部分を、まあそこにね、テコ入れしないわけにもいかないから、まあ、それをどうするのかっていうのは一つね気になる部分ではあるけど、実際ディンウィリーはレイカーズで3ポイントが今 31% らしいね、3ポイント。ディンウィリー 5.6 本も3打ってるの、あーこれはちょっと多いかもね。ディンウィリーが 5.6 本も3打ってるんだ。かといって2ポイントのパーセンテージも今 38%、うん、確かにシュートっていう部分で言うと厳しいものはあるね。でレイカーズで平均25分、まあネッツの時よりは5分減ってる。使いすぎって意見もあるかもしれないけど、ネッツの時は30分出てて今25分、だから、まあ、減らすとしてもあと1分、だいたいベンチでローテーションで出てくるシックスマン的な存在24分間出るから、今だからディンウィリがシックスマンみたいな感じだよね。それで言うとまあシックスマンに与えられるミニッツの平均値は平均値だとは思うかな。あごめん、3ポイント 5.6 本かと思ったらあれか、フィールドゴールが 5.6 本か、びっくりした。さすがにそんな打ってないよな。トータルしてか、ネッツにいた時が 5.8 本3決めて打ってんのか。あ、だから逆に減ってるんだね。全然いいんじゃないの。まあまあまあ、それでも23ポイント3本打って 23% しか入ってないっていうのは良くないところなんだけど、めちゃくちゃフィールドゴールのアテンプト減ってるじゃん。ネッツにいる時10本打ってて今5本、半分減ってる。で3も 5.8 本が 3.4 本まで減ってる。でプラスマイナスも 7.2 あるぜ。ディミリが出てる時、ディミリが出てる時間帯悪くなってるっていうのは、まあプラスマイナスだけ見るとそういう判断はできないかもしれない。